はい、皆さんこんにちは。今回はワインと、ワインまでやってなかったですね。ワインと辛口の赤ワインですね。辛口の赤ワインとビーフステーキで優勝していきたいと思います。いやー、嬉しいですよ。フランスですね。フランス産。あ、コルクだ。うわー、今スクリューキャップかと思ったんですよ。コルクですよ、これ、コルク。ちょっと待ってもらっていいですか。よいしょ。コルクはめんどくさいですね、本当に。スクリューキャップかと思って買ったんですけど、まさかのコルクだったっていう。お、これも来ますよ。もう来ますよ。あ、切れた。切れた。切れた。これだからコルクは嫌なんですよね。絶対スクリューキャップか。スクリューキャップかと思って買ったんですけど、ちゃんと見てなかったってことですね。ちゃんと見なきゃダメですね、ワイン買うときは。これは数学が働いてます、このコルクは。お、また切れたよ。また切れたよ。コルクの開け方つって多分ググればすぐ出てきたんでしょうけど、まさかコルクだと思ってなかったんで。ワインはあんま飲まないんですよね、自分。日本酒とビールからの日本酒が基本なんで。でも最近ちょっとワイン飲むようになって、赤ですね、赤結構飲むようになってきたんで、せっかくなんでやりたいなと思ったんですけど。
行って。